デュシー島の地図デュシー島は、イギリスの海外領土である、ピトケアン諸島に属する島である。面積約6.50平方キロメートルの無人の産後干渉で、1902年からピトケアン島に属するイギリス領になった。ピトケアン諸島の中では一番東の方にあり、ヘンダーソン島からでも350キロメートルも離れたところにある。1606年。 ポルトガル出身の航海士、ペドロ・フェルナンデス・デキロスにより発見され、エンカルナ・ナシオン島と名付けられた。その後百7 9 1年に、パンドラ号のエドワード・エドワーズ艦長が、バウンティ号の反乱者たちを捜索している時に、再発見され、イギリス海軍の貴族であるフランシス・レーノルズ・モートン、第3代デューシー男爵に敬意を示し、デューシー男爵の名にちなんで、デューシー島と名付けられた。 1820年、マッコウクジラの攻撃に愛沈没した、アメリカの捕鯨船エセックス号の乗組員の生存者3人を探すため、依頼を受けた、イギリスの商船サリー号のトーマス・レイン船長は、捜索に出向いた。デュシー島に漂着していると思われたため、デュシー島に向かい、レイン船長は島にも上陸したが、エセックス号の乗組員3人は、ヘンダーソン島にいた。 1891年にも郵便船アカディア号が島のラグーンで難破しており、生存者の乗組員はボートでピトケアン島に向かった。1937年8月4日には、レアンダー号の JW リバースカルナック船長がデューシー島に上陸し、島にイギリス国旗を上げ、島のイギリスの主権を再確認した。1867年にアメリカ合衆国が、 上野島法に基づいて領有を宣言したが、1902年イギリスが領有権を得た。ありがとうございます。